どうも、ラクジョブの清水です。ラクジョブの半沢です。ラクジョブのおすすめ求人コーナー、はい、本日のおすすめ求人は硬いな。どうぞ、もっと柔らかく、はい、もうこんな感じで、どうぞどうぞ、はい。有限会社、ガイズウェアさんの方をご紹介したいと思います。ガイズウェアさんはですね、うん、皆さん知ってる人もいるかもしれませんけども、もうキャラゲーといったら、ガイズウェアっていうようなところもございまして、うん、結構これまでもですね、うちのスタッフも買ってるね。そうですね、トラドラであったり、うんうん、オレイモ、オレイモであったり、もう本当にここ最近では俺のあれ、まあなんか忘れたけど作ってたね。はい、はい、そうですそうです、最近アニメに疎くなっちゃう。で、まあですね、本当にコンシューマーメインでやられてるんで、うん、今のプラットフォームですと PSP、うん、PS3 っていうところがメインになってくるんですけど、うん、今後やっぱり PS4 も入ってくるっていうこともありますし、うん、同時並行でスマホ系のネイティブアプリっていうのにもですね、取り行っているようなところもありますので、もう本当コンシューマーもがっちりできるし、たまにはスマホ作りたいっていう時にスマホの方の開発ラインに入ることも可能ですので、本当に技術問わず、どっちもね、はい、覚えられるっていうことですごいよね。まあ、PS4 のキャラゲってどんななんだろうね、楽しみだね。いやー、わっ、やってみたいね。まだ発売されてないからやりようがないけどさ。そうですね、それを作ってるのはあなたかもしれないってことだね。そうです、そうです、はい、はい、じゃあよろしく、よろしくお願いします。